先の未来に、次の時代を担う強力な海賊たちが新世界へ押し寄せてくる。俺がもし死んだなら、カイドウを撃てるのはそいつらだ。リンリン、このガキ俺の前で何になると言ったと思う？こいつは生意気なのさ。背負ってくれんか。あの、くれよ。バカ、当たり前だろ。友達の国だ。20年前、おでんがカイドウに殺された日、この国は止まったんだろ。死んで笑われていいやつだっているはずがねえ。よそ者がこの国守っちゃいけねえのか。お前が言えよ。偉いんだろうが。こんなにすげえやつらの大将なんだろ。カイドウを倒したい。あんたの新時代って世界中を冒険したい。いろんな場所に行って、いろんな奴らと会って、いろんな食い物食べたいんだ。作ろう新時代。ああ、海賊王になる男だ。これからはキングと名乗れ。俺の影にいろ、キング。誰にも渡さねえ。お前は今日から俺の右腕だ。女の子が世界一強くなんてなれないんだって。俺に勝っといてそんな泣き言言うなよ。お前は俺の目標なんだぞ。いつか必ず俺かお前が世界一の剣豪になるんだ。カイドウさんこそルフィは海賊王になる男だ。王にでもなる気か。そうだね、船長と親友との約束があんだ。カリュードン竜三刀流飛竜地獄拳なってやろうじゃねえか、地獄の王に。ジャンブ、男は女を殴っちゃならねえ。そんなことは恐竜の時代から決まってる。ルフィは海賊王になる男だ。サンジ、カゼ、引くなよ。長い間クソお世話になりました。母さん、命がけの抵抗で守られた感情を持って生まれてきた。だからあなたは誰よりも優しいの。飛べゲス野郎。おいグリグリ、この戦いを制したらよ。ああ見えてくるよ、ルフィが海賊王になる姿。20年以上先の未来に、次の時代を担う強力な海賊たちが新世界へ押し寄せてくる。だが一番手強いのは数年後に出航してくる俺の弟だ。何度言ってもわからねえなら、何度でもわからせるだけだぞ。ヤマなら僕だって何度でも言ってやる。